おはよう。ヤッホー。眠たい。寝起きです。絶賛。眠い。普段こんな5時なんかに起きないから眠いです。とても今日はセラミからの僕体、よろしくお願いします。セラミからの僕体。あ、もう5時かって あ、もう5時かって。そう、オールか。なんかゆらも5時に起きる予定だったけん、もう絶対オールじゃんって思っとったけど、昨日はもう12時には寝て、そう、12時台には、12時半ぐらいには寝た昨日。楽しみ。なぜ神戸外れたのかって、悲しい。ね、オールしなくてよかったです。本当にマジでユラにオールは向いてないよ。確かにそう、5時間近く寝れてるんだよ。だから結構寝れてます。嬉しい。ごめん、みんなあくびして眠いんだ本当に。ね、オールってなんか無理だよね。絶対オールは絶対やめた方がいいよね。だって今日船乗るんだよ。船乗るのにオールってやばくない？しかも公演、2公演もあるのに。俺はダメです。よかった、寝てよかったってめちゃくちゃ思う。なんか前なんかの時にオールしたくない、なんかそんな記憶があるんですけど、後悔しました。なんかもうおかしかった感覚が、オールしたら本当になんかもう本当になんか歩くのフラフラするし、マジでちょっと危なかった。なんかいつかね、オールしたよね。てか今日めちゃめちゃ寒くない？びっくりしたんですけど、ゆら。めっちゃ寒くない？今日。めっちゃ寒いんだよ。やばい本当に。え？ってもう暖房つけたもん。寒いよね。やばいんだよ本当に。
やばいよね本当に。うっちさんだるま500個ありがとう。マジでやばいの本当にね今日は。だから結構服着ないとって感じなんか最近はね、でも昨日なんか半袖になんかちょっと羽織るものぐらいだけでいけたんですよ全然。でも今日絶対無理。待ってめっちゃ寒い。ってか5時だから寒いのかな。いや絶対違う、昨日の夜から寒いもん。寒くなるって言ってたが、マジか。ちょっとこれ置いて配信したいなって言いながら、ここでこう配信したらダメ。神戸ってそれ寒いの？それって寒いの？分かんない。ゆら何度とか言われても寒いか寒くないか分かんない、ね、ちょっと手で持つのがあれだったんでここにします。ちょっとマスクします。寒い、本当に寒い。寒い。神戸寒い？私も寝たいよ。でも移動中に私は絶対に寝る。あ、でも寝れない。なんか今日はね、ちょっとね、ちょっと今日は不安なことを一個解消しなきゃいけないから、ダンスとかのそういう面で、ダンスとか歌とかの面で不安をなくさないといけないから、新幹線で確認とかしないといけないから、それが終わったら寝る。温かいスープ飲み、確かに飲みたいね。めちゃくちゃ今わかめスープとか飲みたい。わかめスープ、卵スープ。そうなのよ。それは見に帰省だけでやるのはね2回目なんですけど、もう多分これが最後ですよね、ラストシップの中で。オニオンスープ、いや飲んだことないよ、飲みたい。画角がシュール、確かに。夢の中でダンスのリハ踊ってください。いやもう本当にね、ちょっと最近マジで船の控え室とかにおったりとか、普通にステージにおる夢見るんですよ最近。本当に見るんですよ。すごい桜がいっぱい散ってますね。てかね、桜
の前でね写真撮りたいなって思ってたんですよ、ずっと。でも時間がなくて撮れなかった。今年撮れなかった、悲しい。神戸にスティーブ・ウォーっていうとこいるねって。あ、もう行ってるんですか、サトシさん。引かないな、ソウさん。花びらいっぱいありがとう。寒い、本当に寒いわ今日は。すごく寒い。ブー。みんなセル編みはうちわとかペンライトとかも持てる時があるから、ぜひ。でもさ、本当にタイムリープしたら怖くない？本当にタイムリープしたらマジで怖いと思わない？え、本当にさ、タイムリープってあるのかな？怖くない？でもさ、ちょっと待って。でもさ、タイムリープっていうさ言葉がある時点でさ存在するってことかな？え、あるの？嘘。ああ。いや、もう無理無理、タイムリープなんてしたくない。タイムリープしたくない、絶対に嫌だ。だってさ、タイムリープ しても なんか楽しい時のタイムリープならいいけどさ、なんかでもそれを抜け出す方法がわからないとか言われたらちょっと無理。無理無理無理。タイムリープでも本当にさ、なんかみんなと稽古してたりしてとか、本番ステージでとかで本当に怖くなるんですよ。なんか本当にその時その自分が本当にタイムリープしたらみたいな、今タイムリープしたみたいなとか考えたりとか、あとなんか BGM とか流れとったりするとマジで怖い。本当になんか怖くなってくるから、なんかね、タイムリープはなんか時間を繰り返すんですよ。なんかまあセル編みを、まあ、今日配信とかで見てくださったら嬉しいんですけれども、そうですね、まあ船との話てか、なんか普通になんか面白いんですよ。なんか前にその去年にやらせていただいたセプトさんの、そのセプトさんのセル編みとまたちょっと変わってて、11月のセプトさんの作ってくださったセル編み
とはちょっとまた変わってて、なんかそうなんです、ちょっともうちょっと私は配信する。あ、15分経過、やったやったやった、ちょっと話は変わってないんだけど、なんかちょっとセリフが変わってたり、ここもっとこうしようとかなってるところとかあったりするから、ちょっと見てほしい。セリフが少し変わってたんだって分かった？すごい。今日来てくださる方います？何時まで配信しようかな、私。何時まで配信しようかしら。メンバーの個性あふれてた。嬉しい。どうですか、サラ役ユラ。サラ役どうですか。掃除中の池田ちゃんのタッチも、いや本当にめちゃめちゃありがたくない、ああいう場所作ってくださって。まあ今日はあるかどうかわかんないですけどね。あるかもしれないし、ないかもしれないですね。そう、なんかしかも前日にあれが決まったので、そうなのよ、前日に決まったのよ、だからすごいなんかさ好評で嬉しかった、みんなから。え、桜タワーありがとう。え、モヒカンダイナソーさんありがとう、タワー、桜タワーありがとう、こんなこんな、なんかごめんこんな感じなのにありがとう。どうしよう、書くものが、でも書くものが今ルーズリーフしかないから、なんかちょっとそれは申し訳なくない。頑張ってくださいね、ありがとう。本物のイラちゃん、本物のイラちゃん、なんか最近ね、お話し会でね、まあるファンの方がなんかこうお悩み話し会で、まあ、その方多分初めてだったのかな、初めて喋ったんですけど、なんか「あこんにちは」って言ったら、なんか「あすごいテレビで見た感じだ」って言われて、なんかすごいなって思った。ルーズリーフでいい、本当なんか申し訳ないけど。おお、テレビで見た感じだ。多分何を見てくれたんだろう、カラオケバトルを見てくれたのかな、カラオケバトルかファイナリストライブを見てくれたんだと思うんですけど、なんかそうやって言われる自分、なんかえーってなった。なんかそうやって言われる自分、なんか逆にそうやってなんか思ってくださる人がいるんだったら、なんかもっとなんかちゃんとしなきゃって思った。うん、なんかありがたかった、そう思わせてくれてありがとう。って言われて、なんか初めてそうやって言われた気がして、なんか
ゆらもなんかなんだろう、他のなんだろう先輩と会う時とか、最初あのなんだろう ST の先輩とかと会った時に、あテレビの人だって思ったもん本当に。あと今回のあの歌唱力とか出たりとか、歌唱力出たり、あとカラオケバトルでいろんな方々にお会いした時に、あテレビの人がいるって思ったから、なんかそう逆にゆらのことをそうやって思ってくれる人がいるのいるんだと思って、この世にはなんかもっと頑張んないとって思った、ゆらは。うん、思いましたっていう日です。桜ってどうやって書いたらいいの？桜はね、ここかな。そう、なんか最近さ、その、ね、メンバーと話しよって、なんか時の流れがめちゃくちゃ早いなって思ってね。ゆら入ったの15歳なんですよ、にあの STU に入ったのが15歳だから、で次来年私は18歳なんですよ。驚きじゃない？本当に驚きなんです、やばいんです、本当にびっくり。でなんかミリアちゃんとか話しとって一緒に、でなんかミリアちゃんが STU 受けたのは高校3年生って言ってたんですよ。だからそこら辺のだから年代一緒のサラピとかレイカちゃんとかはもう20歳になるんですよ次。だからそのミリアちゃんとかレイカちゃんとかサラピとかがあのオーディションを受けたぐらいの年にユラはなるんですよ。って考えたらさ、なんか結構もうなんか時間経ってるなって思った。なんか STU に入ってから一日一日過ぎるのがめっちゃなんかもうもう1ヶ月終わったみたいな。あと1年でどれだけ成長ね、18歳ですよ。仕掛けたも引かないな、翔さん。これこんなんでいいのかな、ごめんね、なんかこれでいいかな、見える、ありがとう、こんななんかごめん何もしてないのに。ありがとう、こういうの本当にみんなに渡したくなる、いつもいつもこういうの家にあるんだよ。だからさ、なんかもったいなと思ってさ、なんかせっかくなんか書いたならみんなにあげたいのにね、こうやって見せることしかできないから。ありがとう、イエーイ、スクショしてください、ぜひ、イエーイ。
なんか写真の時息止めちゃうんだよね。オッケー、オッケー。まあでも今日はそんなに家出るまでに別にメイクするとか、あ、外明るくなってきた。ないから。スクショオッケー、ありがとう。そう。が、今日帰ってきてからをゆっくり寝れるといいなって思う。寝れるかな。明日予定がなければって感じですね。でもなんかそういう時に限って寝れないんだよね。わかる？そういう時に限って寝れないんだよ。全部家に送ってください。本当に送りたい気分ですよ。本当に本当に。なんか最初の寝起きより目開いてない？なんか最初あれじゃない？目を開いてない？ではもう朝だ。もう朝です。これは5時28分もう朝だ。ちょっとね、何時まで配信しようかな。35分まで配信しますね。だんだん調子出てきた。そうそう、でもちょっとね、寝起きだからちょっとムカムカしますね。とても、ね、外明るくなってきた。朝だよ、みんな。まだファイナリストの余韻が抜けませんって。ね、楽しかったよね、本当にね。ね、そう、胸焼けがする。今ね、あったかい緑茶が飲みたい気分です。今日天気いいのかと。え、天気どうなんだろう、どうなんだろうね。よくあってほしいけど。シャレオの余韻が抜けませんって。楽しかった。ファイナリストライブ終わってから何日か、マジで本当にもうファイナリストライブ終わったのに考えてたもんね。それぐらい楽しかったということです。だんだんと寝癖が治ってきてる。確かに。え、なんでだろう、起きただけで寝癖って治るの。確かにそうだね。
そう、今日も楽しみます。今日も楽しむ。寒い。ぜあ、めっちゃ明るいじゃん、もう外。こんな変わったの。ツインテール。昨日しーちゃんがツインテールしてたんだよ。もうね、普通にくくれててね、びっくり。可愛かった。でもゆらはまだできない、これ。ちゃ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 らーちゃ、あ、できる？できるか。なんかね、あ、そうそうそう、昨日ツインテールしてたやろ。そう、レッスンでもツインテールしてきとって可愛かった。これから神戸行きます。すごい。何さん、吉田さん、ん？吉田さんっていうの？しーちゃんと呼んでるの？そう、最近しーちゃんって言ってる。いろいろ言っちゃう。しーちゃんも言うし、しみちゃんも言うし、しみーって言うし。最近サラちゃんはあんま言わんくなった。なんかなんでだろうね。最初はね、サラピとシーちゃんあので同じサラっていう名前だから、どっちものことをサラちゃんって最初呼んでたんだけど、もう今となってはって感じ。みんなのことをユラなんて呼んでるんだろう。でもユラのこと呼び捨てする人いないかも。ユラってゆらーってゆらーっていないかもしれない。たまになんかりんこちゃんが、なんかたまにりんこちゃんがゆらーみたいな言うんだけど、そうだけど、それ以外のゆらって呼ばれない。ゆらって呼ばれないんだよ。それ、れいかちゃんはゆららって言うし、だから本当にゆらっていう人はいないかもしれない。でも最近なんかみなみのことをゆりなって言って、ゆらが、その時普通にみなみと会話しとったわけじゃなくて、ゆりなみたいな、なんか言ったんだけど、なんかそう、え、ユリナって言ったと思って、ユラ、そう、あ、35分、40分までしようかな。もうちょっとね、ここで、ここから動けないの、ユラ今。こっから動けないんです、もう寒くて。そうなの。なんて呼んでるかな、ミリアちゃん、ミリアちゃんっていうユラ、ミリアちゃん、リネちゃん、パセリ、パセ、もうこっから出席順番が分かんない。じゃあちょっと最後、みんなのことをなんて呼んでるかっていうのをやってから終わろうかな。
ミリタン、リネちゃん、パセリ、アンちゃん、ユナちゃん、リコチ、アイコ、アイコ、サコちゃん、シーちゃん、アヤパン、パンちゃん、サーヤン、レカちゃん、レイカちゃん、ミホリン、タム、ヤヤちゃん、セヤカリン、ミナミ、ミナミ、ミナミ、うん、でもなんか最近ミナミってあんま言い慣れないんですよね。そう、な、なに、うん、そう、ユキリカ、リンコちゃん、サラピ、センちゃん、なっちゃん、おー、え、そう、ゆら、あいこじ、あいこじって言ってたんだけど、最近あいこーって言っちゃうあいこーって言っちゃう。リンコちゃんもあいこ呼び？そう、センちゃんって言ったらさ、一回通じないことあるの、いつも。ん？誰のこと？みたいな言われるから、あ、リッセンちゃんだよって言ったら、そう、あーって言われるの。でもセンちゃんってユラしか呼んでないのかな、わかんない。アイコーン、アイコーン、絶対に今寝ちゃダメだよ、ゆら。ゆら、今から配信終わってマジで寝そうなんだけど、怖いんですけど。もう今寝たら終わりですよ。本当に終わり、マジで終わる。こう寝てたら。サラピ？サラピ、サラピっていうよ。ちょっと寝てもいいかもよ。やめて、ダメ、本当にダメ、ダメだよ、本当に。私ダメなんだから今、本当にダメなんだから。今は絶対寝れないの、ダメ、ダメ、絶対にダメ。いや本当に終わる本当に一人だけ遅れていく、多分。そうなったらもうダメだよ絶対。ね、寝ませんよ本当に。起きようって、本当に起きてほしい。ね、ゆうやくん負けたらダメだよ。こうやって眠い眠いとか言って。よし、じゃあ終わります配信を。今からこのね、寝癖ちゃんを直していきたいと思います。終わるね、じゃあ。じゃあランキングを読みます。はい、13位、ちょうちゃんさん、12位、はじゅさん、11位、しまじろうさん、10位、てっちゃんさん、9位、あきさとさん、8位、ゆっきーさん、7位、まそうさん、6位、あかやまふらさん、5位、マックスたぬきさん、4位、うっちさん、3位、むっちゃんさん、2位、やすべさん、そして1位はトゥルルルルッテン、もひかないなそうさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日も引かないなそうさんは生きてるよ、ありがとう。タワーもありがとう。桜タワーありがとう。頑張ります、今日もありがとう。みんな、今日配信できてよかった。昨日できなかったの。はい、じゃあ終わります。皆さんありがとうございました。ちょっと鼻がかゆい。公演頑張ります。公演頑張る。ではでは、終わります。
バイバーイ、頑張りましょう。今日も一日配信とかでもぜひ見てください。バイバーイ、配信見てね。バイバーイ。